ミニミキの粘土遊びです。今回は100均の粘土を使ってサボテンを作ってみたいと思います。材料とお道具です。グリーンとブラウンの粘土、丸大ビーズ、キューピン、計量スプーン、竹串です。ブラウンの粘土を 1.65ml 量ります。練って丸めたら軽く潰して太鼓型にします。太鼓型にした粘土の上と下のところを 1.25ml のスプーンの山のところで軽く押さえます。こうしておくと立てた時に立ちやすくなります。次に茶色の粘土を 1.25ml の半分の量を測ります。スプーンの半分の分量の粘土を測る方法を説明します。まず粘土をスプーンすり切りいっぱい測ります。竹串で真ん中に切り込みを入れていきます。こうするとちょうど半分の量が測れます。伸ばします。そうしましたら幅が5ミリくらいになるまで軽く押してプレスします。ちょっとここで形を整えましょう。太鼓型の上の方に貼っていきます。この時に5ミリの幅の半分が太鼓型の上に出るように貼ります。余分なところはハサミでカットします。切り口をなじませます。
植木鉢ができました。次に緑色の粘土を測ります。2.5ミリリットル測ります。よくこねたら丸めます。伸ばして、こういう形にします。植木鉢にちょっと乗せてみるとこんな感じです。節で縦に筋をつけていきます。竹串を押し付けるような感じで、3本ほど筋をつけます。ちょっと潰れてしまったら横から押して形を整えます。裏側も3本筋をつけます。形を整えてください。植木鉢のところにちょっと押し付ける感じで貼ります。1.25ミリリットルの半分の量の粘土を測ります。ちょっと先の尖ったしずく型を作ります。少し曲げてやります。本体の方にちょっと押し付けるようにして貼ります。残った半分の粘土を少し3分の1ほど取って、3分の2くらいの分量の粘土をまた雫型にします。次に球ピンを刺します。
ビーズで飾ってあげたいと思います。ビーズを貼ろうかなと思うところに少しくぼみをつけます。ビーズの穴が横を向くように貼ってあげた方がキラキラ光るのでいいと思います。裏にも貼りましょう。パッケージのサボテン